しかももうこれ愚痴ですけど、うん、割と僕も含め見ている側もちょっとそうなってるじゃないですか、うんうん、あまりにも行き過ぎたものではなくこれぐらいでいいんじゃないっていうのをやる側も分かってるし、うん、見る側も分かっててそこでなんか仲良さげにふわふわしてるっていう状態に居心地の良さを感じてるっていう、そうね、時代に来てるから、うん、まあ少し低刺激というか物足りない人には物足りないんだろうなっていうような感じはするんで、うん、だからこそ100年後に名前を覚えられてる人はこれからはやっぱ生まれづらくなるんですね。そうだろうね。わあ、なんかショックですね。でもまあ反発が来るでしょうけど、そのうちここから。うん、だから反発できる人間が何人残れるかって感じだよね。山口先生的にこいつはちょっと見る目あるぞっていう人って別にどの業界でもいいんですけど、います？今の若手ね。はい。そうだね。心霊とかオカルトの世界ではいないかもしれないね。あ、やっぱいないですか。だって先輩のやってることと繰り返してるだけじゃない。そうですね、焼き直しというか、うん、だから早瀬とか長澤にも言ったんだけど、はい、やっぱりその焼き直しじゃなくてどんどんどん新しいことやっていかないと増えていかないよね。はいはい、例えば今僕怪獣プロレスってやってるんだけど、はい、これはオカルトとプロレスの融合をやろうとしてるんだよね、はい、そういうことをやるとか、うんうん、なんか新しくもっとオカルトってものを広げるような方向で動けないものかねと思っているんだよね。なるほど。まあさっき僕の方のチャンネルでお話ししてくださったことを聞いててすっごく思いましたけど、うん、本来山口先生が知ってるような情報がもっと薄められてそれを繰り返しやってるのが割と今の YouTube 世代というか、うん、そうだよね、ですよね。だからそれを見て若手がそういうことやってみてちょっと苛立つみたいなところはあるよね。あ、もっと若さゆえにもっと切り込んでいけるんじゃないかな。無鉄砲さがあってもいいというか、いいと思うね。裁判になってもいいと思うよ。あ、それでこそ本当の YouTuber だと思うし。なるほど、うん、はいはいはい、YouTube やるっていうんだったら、うん、もう腹くくって一個そこはドーンと突っ込んでた方がいいんじゃないかっていうふうに、ね、じゃないかな。やっぱりそう思うね。だからそれによってなんか新しいものが起爆剤として生まれるみたいなところあるからね。確かに、まあそうですね、うん、あの人生って明日明後日ぐらいの設計で考えちゃいますけど10年20年のスパンで考えると一回大きくミスったとってなんとかなりますもんね、うん、なんとかなりますよ。ですよね、うん、って考えると失敗怖がりすぎてんのかもしれないですね、今の若い子の世代っていうのは、うん、そうだね。あの冒険をしたくなっちゃったってな。まあまあしないですよね。みんなスマホ持ってて何かあったらカメラで撮ってってなると冒険したくない気持ちもあるのかなというの分かんなくもないですけど、うん、にしてもビビりすぎてるのかもしれないですもんね。そうだね。だってあと30年後さ、はい、やれてる自信ある？いや、ないです。正直ないです。これ30年後どうなるんだろうと思っちゃうもんね、はい、その時。俺正直来年すら怖いです。そうかな。僕結構毎年そう思ってます。来年何にもないかもなって思いながら生きて、うん、毎年毎年過ごしてるんで、心のストレスはすごく強いんですけど、その分、うん、今年全力で出しとかないと俺は来年死ぬって毎年思ってます。ああ、なるほどね。はい、うん。それはなんか自分で、まあだから比較的長続きできてるのかなとは、うん、それこそ冒頭言いましたけど、僕がほんまでっか TV とか出たきっかけで、うん、いろんなタレントさんとかが YouTube とかで霊感ありますってバーって出始めてっていうので、うん、で、やっぱり視聴者の人っていうのは新しいものが好きなので、うん、まあまた新しいお化け見える人出たぞってなるとそっちに行くんですけど、うん、でも、それで下火にならないように、いつでも俺は死ぬ可能性があるから、うん、下火にならないようにここでまた新しいことやんないととか、ここで新しい動きしないとっていうのは常に思ってる方ではありますね、うん、ああ、やっぱりそうだね。はい、結構ありますね。だからなんか今心霊とかそういうのがコンプライアンス的に引っかかるってことで、はい、随分規制がかかってるじゃない。特にテレビはそうですね。で、やばい、なかなかできないよね。はい、でそれをなんか打ち砕くような新しいやつを考えてもらいたいんだよね。昔、まあこれは僕は心霊をエンタメとして捉えた時にすっごく面白かった番組があったんですけど、うん、生中継っていう体の番組をクリームシチューさんがやられていて、うん、で、クリームさんがスタジオにいて、うん、
その向こう側で幽霊が出る一軒家を、うん、生中継で今からレポートします、うん、もしかしたらこの1時間の間に霊が出るかもしれませんっていう中で、うん、信じられないような怪奇現象が起きるんですよ、うん、でしかも結構リアルなんですよ。おーでうーわ怖ーって、もうみんなもう生中継だと思ってるんで、ライブって出てるしって言って、うん、やばいやばいと思ってて、最後の最後にネタバラシだったんですけど、1時間番組をかけて作ったドッキリだったんですよ。お視聴者ドッキリで、お、まあ、そんな家はもちろんないし、うん、心霊現象も全部編集済みでやっていた作られた映像だったっていうのだったんですけど、うん、僕はその最後ドッキリでしたっていうのを蓋開けられてもまだ怖かったんですよ、うん、幼い頃見てて、うん、でうわすげえもん見ちゃったっていう、こういうエンタメ性みたいのって今の時代だと絶対できないですけど、あーできないね、でも、うん、やってもいいんじゃないそろそろって、うん、YouTube とかではっていうには最近ちょっと思うようにはなってきましたね、うん、ああそれは YouTube ではあるかもしれないね。ですよね、テレビは絶対できないでしょうけど、うん、YouTube って僕そのテレビを10倍速100倍速で追いかけてるっていうコンテンツだと思ってるんで、うん、そろそろ心霊系の人たちっていうのはちょっと金かけてこんぐらいのことやってもいいのかなっていうふうには思ってはいますね、うん、なるほどね、はい、挑戦しないとですね、これからも、まあ新しい時代を作るために頑張ってくださいよ。頑張ります。とはいえまだ若いので、はい、あのチャンネルの宣伝はいいでしょうか。あ、いいですか、すいません、僕の、新海さやともチャンネル、一人で見えるもんというチャンネルに山口先生出ていただいております、もう本当にあの他では絶対に話せない内容を、話していただいていますので、よかったらぜひぜひ動画の方見てください。よろしくお願いいたします。訴訟間違いなしというか、ね、たまったもんじゃないですから、それはそれで、ね、まあまあ頑張ります。はい、はい、はい、じゃあまたよろしくお願いします。え、何ですか？あ、いいですか？横から挟んじゃって、はい、あのせっかくこちらにあの山口先生いらっしゃるので、はい、あのいつものようにあのなんか取り付いてないかとかを見ていただけたらなと思いますが。取り付いてないか。取り付いてないかって言ったら何も取り付いてないですよ。何も取り付いてないんですか？なんか、うん、しょっちゅうね体壊してて、いや多分ですけど。うん、ついてる時あるんですよ、はい、何かが、まあ多分恨まれやすい人ですし、あけど、うん、あのアーリンさんが身近なところにいるのがでかいと思いますね、うん、そうですね、霊能者周りにたくさんいるので何かあると払ってくれてたりとか、そうですね、しちゃう感じですかね。いやでね、あれなんですよ、他のその30人の霊能者とか霊感ある人は分かんないですけど、うん、アーリンさんに関してはあの人が跳ねのけるんですよ。へー、あの人すごいんですよ、その、うん、例えば松ぼっちのロケも、はい、うん、アーリンさん基本社内待機なんですよ、はい、で何かあった時だけ出てきてもらうっていう感じだったんですけど、それは理由が多分あって、はい、アーリンさん出てくるといなくなるんですよ。あの、ね、アーリンさんが出ていっただけで、そうです、ザワザワザワってなんかやばいじゃん。そうなんです、あの2種類あるんですけど、そこにもう、はい、まあ分かりやすく言うと自爆霊ですね、で取り憑かれてる状態で、うん、もう自分の意思自我でするない状態っていうのは、うん、成仏したいっていう願望がどこかにあるので、うん、アーリンさんみたいな人が来てもらって、うん、抜いてもらうっていうのはすごくいいことなんで、うん、どかないんですけど、うん、どきたくない人がいるんですよ、うん、ずっとそこにいたいっていう人が、うん、でそういう人の時は、うん、あのアーリンさんが来るともういなくなるんですね。へえ。で、山口さんにつくのは基本的には生き霊。生き霊ですか？だと思うので。ネタバレるから。いや。なので、はい、のきたくないんですよ。うーん、っていう人は、アーリンさんとかが近くにいると多分自発的にズワーッといなくなっていくので、ついてるときは体調崩すと思うんですけど、なんか多分定期的に浄化されてると思います。ああ、そういうことなんですね。はい。そう、なんかね、定期的に下痢とかしてますよね。それもう年だからね。もまあまあ、57だから。いや、私より若いです。あ、そう、逆にすごい若いですね。あ、そうですか？めっちゃ若いですね。ありがとうございます。本当に。嬉しいです。すごいです。60歳ですよ。うまいな。嬉しい、嬉しい。マジっすか？いや、本当に若いっすね。ありがとうございます。すごい。あ、嬉しい。もう今日ここに来た甲斐がありました。ありがとうございます。そんなこと。本当に。うちのね、スタッフみんな行きたがってたんです、実は。え、嬉しい。でね、本当最初ね、誰もね、行かせないことに。そうだ、お父さんに鑑定してもらったんだよね。お父さん、家さん。あ、そうだ、そうだ、うん。そう、スタッフがね、はやともさんのお父様に鑑定してもらったことがあるんですって。ふざけたおじさんに。はい。はい、
あ、そうなんですね。そうだったんですよ。変なこと言われてなかったですか。大丈夫だと思いますよ。もうガンで朦朧としながら霊視してたんで。そうなんですか。お父さんおいくつで亡くなったの。66ですね。あ、ちょっと早かったね。早いですね。結構早くに亡くなっちゃいましたけど、でも、本来半年で亡くなるって言ってたところから4年頑張れたんで、まあ割と。で、僕も2年以内に亡くなる時って分かっちゃうんですよ。ああ、もうあれだなっていうのが。でもそれが見えなかったんで、あ、割とまだ亡くならないなっていう心づもりができた状態でお別れできたんで、まあまあ結構。あ、じゃあ死ともなんか死期とかが分かってしまう。そうですね。病の場合はそうですね。はい、わーって思います。まあ、山口先生どうでしょう。大丈夫。大丈夫ですよ。殺したいんだよ。本当になんかその死んでくれみたいな質問ばっかりしてますけど。コメント欄荒れるよ。荒れますね。なんだあのスタッフばっかり。荒れますね。すごい質問してますけど、全然大丈夫です。あ、ありがとうございます。はい、安心しました。よかったです。ね、社長が。弱ってるのは俺なんだよ。弱ってる、うん、俺はその、霊的にあれで弱ってるのが基本なの。うん、はい、はい、基本なんですか。弱ってるけど、なかなかしぶしぶとく死なないんだよ、うん。そうですね。しぶといからなんか生き量がいっぱいやってきちゃうんですね。いや、山口まだ生きてんのかみたいな、うん、でもなんか面白いもんで、うん、意外とストロングスタイルの人の方が本当に良くないものはつかないです、うん、人って人のことを裏切ろうと思うことってほぼないので、うん、裏切られるっていうのはどっちかというと期待にそぐわないこととか、うん、ボロが出ることがほとんどなんで、うん、山口先生ボロが出ることはないじゃないですか。もうだってずっと正直にやってるまあそうです、ね、だからちょっと、まあ、気使ってでも上っ面で嘘ついちゃってる人っていうのはボロが出るんですよ、うん、そういう人の方が心底恨み買っちゃいます、うん、はい、なるほど。だから全然、うん、まあ特に今僕会った時全然何もついてないですし。あ、そうだ、はい、全然大丈夫です、はい、どうしてもなんか音量からなんかついてるってしたいんですか。そのネタにしたいんですよね。なんでネタにしたいんだろう。オカルト研究家だからやっぱり変なものがね取り付くやっぱりなんだやっぱり大丈夫ですけど。ありがとうございます、はい、本当安心しましたね。あと、アーニーさんと会います。会ってみたいです、はい、久しぶりに。来月、今月来るんですよ。あ、そうなんですか。大阪から。アーニーさんって基本大阪にいられるんですか。大阪の人。そうなんですね。会いたいです、会いたいです。あ、ほんとうちのパーティーがあるんだよ。17日に。17日、あ、全然仕事とかなかったら本当に行きたいです。前田明とか。前田さんと俺は今度またちょっと霊的な方に一緒に出すんだよ。そうか、だからプロレスだったんですね。まあそれとはまた別ラインに来たな話だから、はい、でそれを一緒にやっていろいろ、あの竹本さんとか UFO 研究会、はい、あと竹内義和さんとか、はい、あとすごいパーティー、北島健さんとか、はい、そういう人たち集めてパーティーやるんですよ。面白そうですね。芸能人ただで呼んでますよ。いいんですか。全然行きたいです。なんか貞子電流爆破とかしたら面白そうですもんね。なんかそのね、矢口さんいるからね。矢口一郎さんってご存知ですか。うん、はい、雷神矢口さん、はい、大宮さんが混んでるから。すごい。ひばごも来ますよ。ひばごも、ひぐるみひばごどんな会なんですか。ひばごの中身が来るってことですか。中身がこう見えてくるんですよ。いや、めっちゃ楽しいです。それはぜひ行かせてください。ああ、じゃあ、ご招待しますよ。多分全然17ですよね。多分17だよね。17で、はい、夕方5時から。はい、あの、ぜひ行かせてください。で、新宿だからね、すぐそこから。新宿ですね。あ、はい、近い、めっちゃ近いです、はい、うん。あ、じゃあご案内状をお出しします。うん、それで、はい、メールか、ね、メールか、LINE か、メールか。あ、じゃあ LINE ですか。LINE の方で、はい、わかりました。お願いします。じゃあよろしくお願いします。します。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。